さて、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。オムライスさんからいただきました。ガシャ一周して SP はピックアップ外から1枚だけ、確定チケット2回引いても、どっちもピックアップ外でした。精神的にやられました、ということで、来るよねステップアップって。マジで精神的に来るよね。すげえようわかるわ。あの確定チケットでも出えへんかった時よな。普通にステップアップ回してても 0.25% でしょ。出ねえよ。出ないっすよマジで。ステップアップやめたら。やめたら。もう1周年で儲けたでしょ。まだ儲けたい。まあもちろん儲けないと続かないんでね、このゲームが。まあ、もう少しやり方あると思うけどね。はい、お次のコメントがこちらです。陶器星野さんからいただきました。ライジングラッシュの時の悟空かっこよすぎっていうことで、マジでまんまやんね漫画。あのクリリンのことかっていうあのコマがもう丸々ライジングラッシュになってるから、まあ、初めて見たらすげえかっこよくて感動したよね。でレジェンダリーフィニッシュのあの去り際のあの悲しそうな顔ね、ちょっと何とも言えない顔、あれもやばいっすよね。あれもやばいっすよね。すげえ原作再現すごいなーってなってるんやけど、そういうところがすごいからこそこのステップアップのガシャのあれがちょっと僕は気に食わないですね。はい、ちょっと残念かなっていう感じもしますね。はい、お次のコメントがこちらです。おちんおさんからいただきました。カウンターバカ野郎強すぎ、その上火力が半端ないのはやばい、そしてかっこいい、ということで、マジで全部合ってるよね。カウンター強すぎ、火力も半端ない、そしてかっこいい、もう全てが揃ったキャラクターなのに持ってない人が多数存在するっていうのはほんま悲しいですよ僕も。まあ、持ってる立場から言って何言ってんねんお前ってなるとは思うんやけど、やっぱね、この悟空を持ってないから PVP に勝てないっていうことはないとは思うんですけど、まあ、やっぱりこういう強いキャラクターがいると勝率はね、持ってない人よりかは上がると思うんで、いやー悲しいですね。まあでもこのキャラクターがすごい原作再現されてて強いっていうのは、まあ、僕は嬉しいですけどね。はい、ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。はい、どうもキスケです。今回は孫悟空を使っていくんですけど、まあこいつスーパーサイヤ人なんですよね。まあ僕の動画をですね、普段からまあ結構頻繁に見てくれてる人ならもうおなじみ、スーパーサイヤ人が出たらスーパーバーダクト使うというもう恒例行事ですよね。はい、で、まあ、今回結構楽しみなんですよね。まあ、なぜかというと、まあ、いつも結構ね、なんか、釣りタイトル気味に火力カンストしましたわらわらみたいなね、結構まあ大雑把なタイトルをつけてると思うんですけど、今回も心の底から本気で正真正銘で火力カンストわらわらとタイトルにつけれるんじゃないかっていう気がしてるんですよね。はい、まあ、こいつ動画、まあ、2本ぐらい上げてるとは思うんですけど、スーパーサイヤ人の、スーパーバーダックか、スーパーバーダックのバフを受けなくてもえげつない火力を出してくれます。はい、なので、まあ、スーパーバーダックと組み合わせてしまうととんでもないことになるんじゃないかと、もう PVP が崩壊するんじゃないかと、必殺アーツ打っただけで相手の電波障害を起こすんじゃないかっていうぐらい火力が出ると思うんで、まあそれをちょっと楽しみに、しながら PVP 回ってみようかなと思います。はい、ということで今回はスーパーサイヤ人パーティーでいきます。はい、まあこのパーティー何が強いかっていうと、まずスーパーバーダックと、このスーパーサイヤ人変身悟空ですよね。青青なんで、まあ緑が不利と、ただ緑に強い、紫スーパーベジット出せるんで、スーパーベジットまだ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 っていうかもう現役なんで、まあ、結構戦えるんじゃないかと思って、まあこういう感じの構成にしてます。はい、まあ緑がいないパーティーと当たったら、
ちょっと悩むかなっていう感じ。いや、悩まないか。緑がいなくても多分スーパーベジットですね。ステータスの圧でこう押し切るっていう。うん、まあそういう戦い方になるとは思うんですけど、まあ今回はスーパーベジットに着目するんじゃなくて、孫悟空に着目していただければありがたいかなと思います。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、PVP。回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。お相手はサイヤ人パーティーですね。おめっちゃ出すね。めっちゃ出るね。ああミスった。カバチェン外ししようかなと思ったんやけど、まあ出てきたのがこっちでよかったですね。はい、ほい、来ないか。オッケー。さてさて、危ない。お、やるやん。ほい、射撃。はい、射撃。はい、射撃。いや楽しみなんだよな。すげえ楽しみなんだよな。はい、色打撃で返してと。ダメか、間に合わねえな。オッケー。ほい、ほれほれ、どうした。アタック。さて変身していく。お、来るね。はい、あーダメか。はい、攻め攻めだね。超攻めるね。俺は回避をしない。さあ、お、やるな。はい、これワンチャン死なんのちゃう？どう？まあ、GT 悟空も結構火力高いんで。あ。あ。はい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 。ほら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 。よいしょ。オッケー。さあ。さあさあさあ。うい。あれ？あれ？ああ。何やってんの、何やってんの。あーやべ。さあ、オッケー。おらー、まあ一撃っすよね。まあ一撃だよな。オッケー。ほい、バトルランク40まで上げるか、とりあえず。ほい、うん、多分次の試合からバトルランク40からの試合になります。はい、ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。お相手フリーザ軍パーティーですね。とりあえず急遽、お、大丈夫か今の。バトルランク40にしてきたんで、この時期にバトルランク40入ってる人は相当な装甲さんなんで、ちょっと舐めとったらすぐやられちゃうんで、ほい、気合い入れていきましょうか。はい、フリーザー覚悟しろ。全然攻めれねえじゃん。めっちゃ出すね、めっちゃ出すね。ほい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 。さあこれ究極で落ちんじゃねえかな。落ちそうですよね。これ緑を落とせればだいぶでかい。ほい、はい、もっと本気でやってほしいな。せーい、オッケー。危なっ。あーダメ、最速はダメ。うん、変えといて。いやーこいつの不死身ちょっと、まあ、めんどくさいですよね。うわーやる。うわ強っ。ドーン、タックル。まあ、あの後アーツが入らないって分かったんで、結構不憫ですよね。ほい、ミスった。さて、オッケー。これ一発じゃない？わーお。わーお。ほい。これは下がって、
はい。おらー、バカ野郎。この悲しい顔。オッケー、対戦ありがとうございました。かっこよすぎ。さあ対戦やっていきましょう。フリーザ軍結構多いですね。やっぱフリーザ軍結構多い。ほい、はいはいはい。さて、オッケー、総裁か。どうだ。うわー、うめえ、うまいんだよな。やべ、さあダメ、いてー。ほい、オッケー、よいしょ。フルパワーフリーザもさ、これ交代してみる？ほい。あれ？くそ、ゴールデンフリーザ来るかなと思ったんやけど。握手やった。くそ。そりゃ、握手じゃろ、アリンコ。ほい。尻尾切れてないのもちょっと嫌っすよね。なんか V 破壊されてるのがダメなのかな、やっぱり、ドラゴンボールレジェンズっていうゲームは。オッケー。はい。おい、いやー、これライジングラッシュ打つ？打ってよくないか、もう正直。なんかずっと手札に持ってんのもなーって感じなんだよね。おい、あー、やっぱやめとこ。もったいね。おい、オッケー、よーし、射撃。はい、おい、おい、ライジングラッシュいきます。これ、不死身フルパワー来ないタイミングだったんで。ほら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 。よし。頑張れ。ほい。よしよしよし。緑落とせたのは、だいぶでかいですね。さあ。オッケー。俺は怒ったよ。んー、バカ野郎。落ちねえか。くっそ。ミスった、落ちねえか。落ちないのはつらい。おい、あー、くそ。おい、オッケー。さあさあどうする。おい、ミスミスやられるか。おい、まあ救急ガーズ打っていきますか。おい、こっちの手持ちの変身悟空マジで攻めれないですよね。相手にいたら、攻めたら反動であのダメージ食らうんすよ。やってられないでしょ。マジで。はいはいはい。お、通常打撃と射撃入ったな。ほい、うわ、ミスった。ライジン来るか。来るよな。まあまあいいでしょう。はい、ほいほい、よし。なんかさ、その打撃キャンセルなくした理由も、その後手後手に回る対決を行わせないためみたいな感じで買い取ったけどさ、こういうキャラ出しちゃうとさ、回っちゃうでしょ、後手後手に。仕方なくない。はい、ほい、 OK、 対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。さあ対戦やっていきましょう。ソンパーティーですね。さあこれがマジで怖い。相手の青色見てください皆さん。何やら恐ろしい、お、やだな、恐ろしいキャラクターがいますね。いやー、きついか。いやー、どうする。強制交代、これ強いな。しかも待機カウントベラボーに多いっていう。はい、こっちも変身しましょう。これ入んじゃね。おい、バカ野郎、火力高っ。おい、よし、いいぞ。おい、射撃。はい、射撃。はい、いやー、交代のカウントがすげー重たい。はい、すげえ重たい。やべ。どうしようかな。射撃。ファイアいって。はい。
お相手結構交代繰り返してんな。アライジングラッシュ、これでどうでしょうかね。はい、あーダメか、ダメか。さてさてさて、いやどうするかな。いや相手の悟空マジで嫌。俺も使ってんねんけどさ、ダメか。くっそ強えよ。おふざけんなよマジで。一発かよあの体力で。7割あっただろう。おかしいやろこのキャラクター。絶対負けやんこんな。はい、マジでもうきついわ。いやーでもまあこの悟空やったら逆転できる可能性もあるんで。いやーもうきつマジできついんですけど。孫悟空だ。おや来た、必殺2枚はマジで熱い。ズボおおズボー、バカ野郎、勝てるぞ。勝てんじゃね。よし、これライジングラッシュ当てたら勝てる。やばすぎ、マジやばい。いや相手の悟空も理不尽やけど、こっちの悟空も理不尽やった。ライジングラッシュ、そして、いやこれこの状態から逆転できたら激アツじゃね。ああ逆転しちゃったよ。強すぎ、ワロタ。オッケー、対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回は変身孫悟空使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。えぐいっすね、えぐい。最後の1体にされちゃって、うわマジ負けたわみたいな感じになっちゃったんですけど、まさか3体持っていくとは思わなかったですね。まさか3体持っていくとは思わなかった、僕も。それぐらいパワフルで、やっぱりカウンター必殺が強すぎるっていう感じですよね。瞬間移動悟空、緑のいますよね。あいつもカウンターで発動する必殺技なんですけど、それではもう比べ物にならない火力。こんなキャラクター出しちゃっていいのっていう感じですよ。出しちゃったもんは仕方ないですよ。もう出ちゃったからね。で、このレジェンズっていうゲーム、下方修正はなくて、情報修正しかないんで、こいつが弱くなることはまずないっす。まずない。なので、今を楽しもうと、いうことですよ。こいつ楽しいんでね、すごい楽しい。ただ相手にいると、すごい嫌な戦いになりますね。はい。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは、良きドラゴンボールライフを。バイバイ。If we hold